花は大内名刀の牧は、1917年6月30日公開の日本の短編アニメーション映画である。2007年に、玩具版が発見され、現存する日本最古のアニメーション作品として知られる、生蔵刀とも、天然食活動写真株式会社が1916年に、北沢楽天の弟子、 下川王天を日活向島設営所が1917年1月に洋画家の北山聖太郎を同年小林紹介が下川王天と同じく楽天の弟子校内純一を雇い入れそれぞれアニメーション映画の研究を開始日本賞をかけた競争となった1917年1月天マ勝が下川のデコボー新栄町イモジオイカリの牧を東京 浅草公園ロックのキネマクラブで公開。これが日本初のアニメーション映画となった。同年5月20日、日活が北山のサルガニ合戦を同じくロックのオペラ館で公開。ついで6月30日に小林商会が校内による本作を同じくロックの帝国館で公開した。なお、本作の弁士は当時売れっ子のソメイサブローが担当している。ちなみに、 劇中のキャラクターは漫画調のデフォルメがなされた刀身で描かれており、星マークなど万フの活用も早くから見受けられ、侍の非常に人間臭い一期一遊の引き劇がアニメ早々期から言うもあと、皮肉たっぷりに描写されているのが特徴的である。また当時の映画雑誌、活動の世界1917年9月号に本作の映画表が デコボう新化城だめし算の題で掲載されており、出色の出来栄えで天ねかず日活のものに比して一段の手際であると高く評価されている。なお、これは文献に残る最古のアニメ表と言われている。このように本作は、下川、北山による先のアニメ作品と比して高評価を得たものの、制作会社の小林紹介が公開から翌々月の8月に、 検討虚しく倒産してしまい、倒産後に本作の権利が売却された結果、家庭用フィルムとして本作の玩ング映画が流通したのではないかという説もある。アニメーション研究家の渡辺康氏は、国産アニメ創始者の下川王店、北山聖太郎、校内順一の三人について、ただ絵が描けるということで手がけた人たちばかりだ。そして映画そのものの知識も、 漫画映画の制作法も全く知らずに飛び込んでいる。創始者とは何事においても、そういうものかもしれぬが、その勇気にはただ恐れいる。だが、この人たちの胸に共通してあったものといえば、初めてのものに挑戦する誇りのようなものでは、なかったろうかと評している。かつて、フィルムコレクターの杉本五郎が、本作の3 5ト、mm、ルフィルムを所蔵していたことが、確認されているが、 不審火によって1971年に消失した。その後、長らくフィルムが現存しないと言われていたが、2007年夏に映像文化視野の松本夏樹が大阪の骨董市で北山聖太郎の浦島太郎のフィルムと共に売られているのを発見、玩具用の映写記ごと買い取った。その後デジタル復元され、二千八年四月十四日から東京国立近代美術館、 フィルムセンターで開催された、発掘された映画たち2008で上映された。2011年2月からは、東京国立近代美術館、フィルムセンター展示室の常設展、日本映画の歴史において、ビデオモニターで映像を見ることができる。このバージョンの上映時間は2分 16fps35mm、無声染色。その後、2014年になって、 東京国立近代美術館フィルムセンターに2008年に寄贈された何コインコレクションの中に本作の前半部分に相当するフィルムが含まれていたことが分かり2008年に発見されたバージョンは実はダイジェスト版で本作の後半部分のみの収録であったことが判明するこれを受け東京国立近代美術館フィルムセンターによって2つのフィルムの欠落部分を 相互に保管させる形で改めてデジタルリマスタリングが行われ2014年にデジタル復元最長版として真の完全版が復元されたデジタル復元最長版の上映時間は4分 16fps 35mm 無精染色さらに2017年には映画史研究家の本治比彦が新たな場面を含む35フィート11 コマの未発見フィルムを発見。このフィルムには侍を打ちまかしたアンマシュがあざけるような表情を浮かべたり、侍が飛脚を切ろうとして、木陰に隠れたりする場面などが収められていた。同センターはデジタル復元、最長版に新たな場面を加えた約5部の新最長版を作成し、同センターの上映企画、発掘された映画たち2018で上映された。 古物商の店先で刀を購入した侍のオ内は、その切れ味を試すため、辻切りをしようとあんまの後ろから近づくが、逆に打ちまかされてしまう。気を取り直して、今度は走ってきた飛脚を襲おうとするが、殴られた上、踏みつけられてしまい、思わず侍は、人殺しと叫ぶ。気がつくと買ったばかりの刀は折れ曲がっていたので、侍は、がっかりして刀を捨ててしまった。 やはり刀は生倉であったのだった。ありがとうございます。